こんにちは、カエデです。霊夢よ、マリサだぜ。皆さんお気づきだと思いますが、今回影モッドを導入しました。見ればわかると思いますが、マイクラの世界なのにリアルになっていますね。すごいわねこれ。そうだな。夕日がとても綺麗だ。そうだよね。僕も入れた時びっくりしたよ。やっぱ実際に見ると違うね。だよなー。そんでカエデ今回は何やるの？前回言った通り建築するよ。パプリカ？違うよ。え？いやさ、やっぱ自分で作りたいなと思ってさ。私てっきりパクリだと思っていたわ。私もだぜ。そんな人聞きの悪いこと言わないでよ。てかどういう建築にするの？和風系の家かな。お前そんなことできるのか？大丈夫だ、問題ない。嘘だ！あれ？僕舐められてる？当たり前じゃないですか、やだー。よし、霊夢の部屋はなしで。おいなそれ。それじゃ、霊夢は野宿で。だが断る。正規するか。待った！え、なにこれ？え、ドラえもんじゃねえかー。おい、B 音働いてないぞ。カエデは何で正規するの？そんなのダイヤツールに決まって。バカ野郎。え、なんで？いいわ、このレイエモンがいい道具を出してあげるから。おい、まんまじゃねえか。どうなるんだこれ。は？プロセーブ。おい、ざけんな。これ大丈夫？動画消されない？お前がやっといて何言ってんだ。動画消されたらレイムを。いいから早く使いなさいよ。あ、はい。ここら辺でいいかな？そこでいいわ。え？おお、すごいなこれ。これで整地が楽になったな。うん。上の木どうしよう。ま、いっか。引き続き整地を頑張ります。よし。大体終わりました。どのくらい整地したか見せてくれ。うん。夕日が眩しいな。そう、綺麗に見えるけど、私も綺麗に見えるぞ。カエデマリサが綺麗だって。マリサには似合わない言葉だな。カエデはいいとして。レイム、お前は許さん。ごめんなさい、引っ張らないでください。やめ、やめろー。目で勘弁してやるよ。痛い目が。悪い、からかってるのかと思った。マリサ許すまし。それじゃ。建築しましたおい、建築している時の映像は？録画し忘れました。ふざけるな、ふざけるな、バカ野郎。うるせえぞレイム。さっせん。それじゃ紹介していくよ。ここは橋だね。なんで橋？いや、なんとなく。なんで作った本人がわからないのよ。いいじゃん別に。ここのポイントはモミジモットの木が見えるところだよ。あんたいつの間にモミジモット入れたの？この橋作っているとき。最初に言いなさいよ。さっせん。次は家だよ。うわ、地味だな。いいよねこの家。そうね。これ本当のこと言ったらかわいそうね。中に入ると靴入れがあるよ。マイクラじゃ意味ないけど。めたいめたい。ごめん。おう。そしてここで外が見れるよ。まだ何もないわね。次はキッチンだよ。少し外が見えるよ。ここで朝食を大体作るかな、マリサが。はぁ、あ、私かよ。いや僕はね。あ、察し。私には頼らないの？ここで朝食をみんなで食べようかなと思っているよ。次はベランダだよ。ここら辺にいろいろ建築する予定。次は2階だね。と言っても僕たちの部屋だけどね。私の部屋も？もちろん。おお。まずは僕の部屋だね。なんかシンプルだな。そうかな？うん。何やってんの？いや、座りたくて。あれ？なんでできないの？あ、できた。なんか邪魔だなあれ。壊せばいいじゃん。
え、攻略しないの？それじゃ攻略した後に壊すか。リッチさんご愁傷様です。次は霊夢の部屋だよ。おしじたー。さすが楓わかってる。はいはい、わらしわらし。この女殴りたい。ここだよ。え、外の景色は？ないよ。地層ね。最後はマリサの部屋だね。おう、マリサの部屋はここだね。景色があるっていいな。マリサ無理。いやまだ何も言ってない。帰れ。無理だから。この部屋だ。急にキモい声出すなよ。あなたでわからんでしょうね。いや、わかるわけないだろ。それじゃ最後、まだ完成してないけど。外に出るのか？うん、そうだよ。この先に温泉を作ろうと思っているよ。いいわねそれ。立ち直り早いな。紹介はこのぐらいかな。この後は？さっき言った通り、立地の城を攻略するよ。それじゃ準備しまし。た。はい、直い。それじゃ、攻略するよ。まずはここのブロックを壊してと。スケルトン。スポナーがあるわね。くらえ。痛い。痛い痛い。おいなんだこいつ、捕まえろ。ダメだ強い、うわぁ。くらいな。おら。痛いなもう。待て死ぬだっけ。弱いな。そうだね。たくさんいるなぁ。早く行けチキン。え、舌打ち？こんにちは。なんだお前、侵入者だろバカ。痛い痛い死ぬって。うるさいなこいつら。いやぁ！敵多くない？そりゃダンジョンだからな。早く倒してボスまで行けよ。レイム？なんだよ、やんのか？こういうことになるからね。すいません。ボス部屋の近くまで来たよ。飛ばしすぎじゃないか？戦ってるの地味だし。ま、そうだな。これも壊してと。なんだろうあれ。ただの窓？何にもないんかい。お前らこんなことしてタダで帰れると思う。敵だ捕まえろ。あれがボス部屋だな。早く倒してボス部屋に行こうか。おら、ここは行かせないぞ。無するな。何こいつうざ。お前友達いないだろ。友達いるし。いなかったやつだなこれ。やっと着いた。なんだお前ら、こっちは今ごちうさ見てたんだぞ。いや知らねえよ。何これ、攻撃入らない。ははははは。これが俺のフォーム、ロードキャメロット。あれ立て壊れてない？おいなんかごめんね。ふざけるなこの物数か。あれ顔だけは可愛い。でも俺は騙されないぞ。お前は倒す気になりとだ。わかりにくいネタやめろ。あれ一気瞬間移動する割には結構当たんじゃねえか。てかさ、ナーガの方が強くなかった？僕も思った。ナーガを倒したのか。うん、ジルさん、我が友を、っていうのやりたかったんだよね。こいつ引きこもりオタクだな。キモ。なんだぁ。あと少しだな。そうだね。まだだ。まだ終わらんよ。終わります。よし、リッチの城攻略完了。やったな。うん。今回も死ななかったな。私的には死んだ方が良かったのに。あ？なんて言うはずないじゃん。だよね。それじゃ、ここを解体しますか。影モッドは重いので一旦消しました。それでも重くなりそうだな。やりますか。おっも、シルバーフィッシュやばい。キモい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 。多すぎでしょ。もう一回やるの？うん。アイテムの数やばいな。重い重い。最終的にこうなりました。やばすぎでしょ。いや変わりすぎだろ。邪魔だからね。もう2割ぐらいしかないな。これで僕の部屋から汚いものが見えなくなった。やったねタエちゃん。かえでネタが古いわよ。それじゃそろそろ。そうだな。え、もう終わるの？早くない？おい霊夢尺がもうないんだよ。だからもう黙れ。めたいんだよお前は。それじゃご視聴ありがとうございました。なんで君は毎回めたい発言をするかな？いやさ、つい。ゴリラが人間を脅してる。嘘だよマリサ。帰って助けて。またこっち来るな。くだー。回れ回れ、やれ風車、また同じ場所へ帰って。揺れて揺れて、果て間な心、君は知らない。